どうも、リバランのコードです。今日は急遽 200m10 本を行います。走った後に、練習の意図とかを話していきたいと思います。新しいマスク頑張ります。8本目でちょっと今日は終わりです。暑い。待って、マジできつい。この前の400よりきつい。8本やりました。でも意図としてはこの前の400終わってからカロさんから連絡リツイートされたんですけど、スピードを戻しましょうみたいな。で、確かに5000m16 分切り3分10のペースでいくと、まあ、400を76秒、200だとその38秒なんですよね。だからそれをいかに余裕持って走れるかということで、今日は200、まあ、短い距離にして一回ちょっとスピードを鳴らすっていう感じで練習しました。まあ、つなぎが 70m だけだったんで、まあきつい。なので5本目までは、まあ、つなぎもある程度の速さでいって、5本目以降は、まあ、設定タイムを切らないようにっていうのでやったんですけど、ごめんね、きつかった。マジできつい。ちょっとこれやばいっす。で、次回は、1000m5 本やりたいと思います。丸尾製作所のヒロさんに聞きました。で、実際それ大学の時にもやってた練習で、いやまさにみたいな。次も大きなポイント練習としてやっていきたいと思います。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもいろんなことに挑戦していきます。リバティー。